本将校、いざ出陣なんてね。袁紹を名手とした反董卓連合軍は董卓軍に勝利、連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れた董卓は呂布の裏切りに遭い、あえなく討たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは名門袁家の袁紹と袁術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成していった。だが派閥に属す者たちも胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため動き出そうとしていた。関心董卓は倒れた。これでひとまず天下は静まるであろう。ご苦労であったな、孫権。お前の優先、私も聞き及んでおるぞ。は。しかし、呂布が董卓を裏切るとはな。いささか拍子抜けよ。董卓はこの袁本所自ら討つつもりであったもの。時に孫権、お前を呼んだのは他でもない。今後のことについて話をしようと思ったのだ。董卓が倒れ、連合軍は解散となった。だが各地へ戻った諸侯に不穏な気配がある。これを捨ておけば第二第三の董卓が生まれよう。帝をないがしろにし、天下を欲しいままにせんとする輩が。特に袁術などは私に含むところがあるようだ。そこで仮に、いや万が一だ、もしも私と袁術が戦うようなことがあれば、その時はこの袁本所に着くのだ。悪いようにはせんと約束しよう。孫昌公、孫権の子であり、孫策、孫権の妹である。鮮やかな武技と容姿の美しさから九陽鬼と称えられていた。明るく活発、勝ち気な性格で反董卓連合軍の戦いにも同行。孫昌公は孫家の明るい未来を信じ、調査への帰路に就いた。孫権殿、袁紹は何と。いざという時に組みせよと。要は配下になれという誘いだった。なんと、袁紹め、何をもってそのようなことを。無論これよりの騒乱のためであろう。董卓の騒ぎで各地の軍友は目を覚ました。天下とは力で手が届くものだと気がついたのだ。ならば董卓を破った我らの部を頼むのは道理よ。なるほど、目立ちすぎるのも考えものですな。でもよ親父、袁紹についたりはしねえんだろ。ああ、誘いは断ってきた。袁家の争いに
俺たちが加わる理由も必要もない。それより皆の意見を聞きたい。あの玉璽をどう扱うべきか。あれですな、まったく厄介なものを拾ってしまわれましたわい。玉璽ってのはそんなに大層なもんなのか。かつてかの右王が宮廷という聖堂の金絵を作った。それは王権の証とされ歴代の王朝に引き継がれた。だが宮廷は秦の時代に失われた。その後代わりに作られたのがあの玉璽だ。すなわち玉璽を持つ者こそ天命を受けし王、天下を統べる資格を持っているのだ。じゃあそれが父様の手にあるっていうことは。父上、危険です。もし父上が玉璽を持っていると世に知られれば、逆賊の烙印を押されかねません。いいじゃねえか、ケン。玉璽を持ってる親父が天命を受けてんだろ。だったら親父が天下を取っちまえばいい話だぜ。兄上、そんな無茶な。勢いだけで言ってるでしょう、作兄様。ちっ、なんだよ二人とも。それに玉璽が他の奴の手に渡る方が危ねえだろ。何をするか分からねえぜ。それは確かに董卓のような者が現れないとも限りません。うん、今は俺が持っておくのが最善か。危険ではありますが事前かと。わかった。みんな玉璽のことは忘れよ。さて戦は終わったのだ。俺たちも調査に戻るとしよう。帰ったら炎術のもとへ向かう。何でも俺に話があるらしい。さっきの炎章の話の後だ。何やらきな臭いがな。父様ならきっと何でもうまくやってくれるわ。玉璽のことだって炎術のことだって。そうよ、きっと悪いことなんて起きないんだから。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。えい、いらっしゃい。毎度どうも。
決の馬がご入用で。またお待ちしてます。また会ったな。これから調査に戻るか、孫権。ああ、そうそうよ。いろいろと世話になった。礼を言う。それはわしのセリフよ。ところで、炎章の誘いを断ったそうだな。おお、耳が早いな。お前にはどう聞こえた？賢明な判断だ。あの者にお主は漁船。意外だな。お前と炎章は窮地だと聞いていたが。窮地だからこそよ。人の再観は情ではなく断りにて測るもの。わしの身には炎章よりもお主の方が大気に移る。尊敬よ、これより天下は戦乱渦巻く時代へと踏み入れる。おそらくは炎術と炎章の衝突が呼び水となろう。さっきああは言ったが、炎章はやはり窮地。わしは当面炎章に組みする。願わくはお主とは戦いたくないものよ。わかった。心に留め置こう。ではさらばだ孫権。互いに生きていればまたどこかで会おう。炎術には気をつけるのだな。どういうことだ？いずれわかる。くっついたな。ここに炎術がいるか。しかし迎えもよこさぬとはいかなる了見か。まあ気にすることはあるまい。皆長旅で疲れているだろう。炎術への挨拶は明日にして今日は休むとしよう。今何か音がしなかったか？何者か？このような時間に失礼。下級にて用件だけ申し上げます。まもなくここに賊が押し入ります。急ぎ支度を。なんと、どういうことだ？説明している暇はありません。さあ早く孫権を捕らえろ。他の者は殺して構わん。玉子だ、玉子を奪え。玉子が目的か。
ずは敵兵を蹴散らすぞ。ここを敵に制されたはまずいか。よし、俺たちはここの守りにつくぞ。一筋縄ではいかんか。どっちも君か。活躍すれば目立ちそうだな。なんだこいつら、強すぎる。高等の虎、孫賢殿ですな。賊のことを知らせてくれたのはお前か。感謝する。は、恐縮です。君はロシク。ロシクではないか。あなたは周瑜殿。そうか、孫家に仕えていたか。殿、この者は私の知己、信頼できる男です。改めてロシケイと申します。今は炎術殿に仕えるんです。そして先ほどの賊は炎術殿の私兵です。なんと、炎術殿がわしらを、いや殿を狙ったというのか。おそらく狙いは孫賢殿が持つ伝国の玉璽、それを奪うため賊を装った兵を差し向けたのです。玉璽だと。どこからか話が漏れたか。玉璽を拾うところ、誰かに見られたのかもしれませんな。ことは先ほどの襲撃だけではありません。炎術殿は孫賢殿の奥方をさらい質に取っています。なんだと。嘘、母様が。我が主ながら卑劣な策です。感化できずこうしてお伝えに参った次第です。己炎術、ただでは済まさんぞ。ああ、絶対許しちゃおけねえ。てめえが何をしたか思い知らせてやるぜ。二人とも落ち着くのだ。軽々に動けば御母堂の命が危ういぞ。ロシクと言ったな。重ねて礼を言う。ついでと言ってはなんだが、頼みを聞いてくれるか。今すぐ炎術と話がしたい。居室に入り込む手引きをしてくれ。は、喜んで。殿、お一人では危険です。わしもご一緒しましょうぞ。なあ、こら、お前だけ目立つな。殿、俺も行きますよ。バカ者、敵中に忍び込むのだ。目立ってどうする。友は一人でいい。他の皆はここで待っていてくれ。心配しなくても大丈夫よ、父様。母様だって強いもの。今頃炎術も手を焼いてるんじゃないかしら。もしかしたら後悔してるかも。目標は決まった。いざ進軍開始。僕はまだか。孫賢さえ捕らえれば玉璽はわしのものになるのだ。おお、ようやく来た。孫賢、なぜお前がここに。炎術殿に置かれてはご壮健なようで何を。我が妻がこちらで世話になっていると聞いた。一言お礼をと思い。
まかり越した次第だ。待て、お前は何か誤解している。おお、誤解とは。主演。そう、主演だ。我が妻が主演を開こうと言い出してな、それでお前の妻を招いただけなのだ。それは結構。ならばすぐに帰ってくると思ってよろしいか。もちろんだ。後でそちらに送り届けよう。そう言われて俺がおとなしく引き下がると思うか。演術よ、玉児が欲しければくれてやる。代わりに妻を返せ。傷一つつけてみろ。涙の粒一つ流させてみろ。容赦はせん。血の果てまで追ってでもお前を斬る。武を頼みにすごむか。それではこの乱世をしのぎきれぬと知っておろう。高等の虎よ、ここは一つ取引と行こうぞ。わしは近く紀州の異母系本所炎章と私有を決するつもりだ。その時そなたは奴ではなくこのわしに組みせよ。わしが炎章に勝利した暁にはそなたの立身も栄達も望むままにしてやろう。故に今はさじに行動せずわしと組むのだ。玉児もよこせ、味方もしろ。さらには妻をさらっておいてサジと言い放つか。演術よ、何様のつもりだ。その何様かになろうというのだ。わしはそなたとて孫家の安泰は望むところであろう。ならば今誰と組むべきかはよく考えるべきよ。くだらん駆け引きだ。だがそのくだらなさの中に現実もある。今はお前の言葉を入れておこう。ただし次はない。俺の家族に手を出したらただでは済まさん。血をまさぐることの恐ろしさを知ってもらう。良いな炎術殿。俺はお前に組みするが、それだけは忘れるな。うん、分かった。奥方はすぐにそちらへ返すよう手配しよう。そなたへは追って沙汰するゆえしばし待つんだ。命令通り炎術に玉児を渡してきた。孫賢殿、これでよろしかったのか。ああ、玉児などいらん。妻が無事に戻ってくるなら喜んでくれてやろう。いやいや、全く殿らしい。しかし炎術は玉児をどう使うつもりか、いささか気にはなりますの。でも母様が無事で本当によかった。御母堂は今疲れて眠っています。母上は気丈ですが、やはり気を張られていたかと。しかし炎術を脅して譲歩させるとは、どちらが質を取っていたのか分かりませんな。やっぱ親父はすげえぜ。何倍も兵力がある炎術を黙らせちまうんだからよ。いや、まんまとやられたさ。玉児も取られ、炎章との戦いにも巻き込まれた。炎術、さすがに狡猾な男だ。致し方ないかと。どの道天下の騒乱と無縁ではいられますまい。炎術は城陽を攻めろと言ってきたのでしたが、いよいよ炎章との戦端を開く腹か。城陽か。
炎章と同盟を結ぶ劉表の勢力下ですね。まずは背後を抑えようということでしょう。父上、ここは私たちにお任せください。父上にばかり苦労はさせられません。お、いいじゃねえか、ケン。当然俺も行くぜ。いいだろう、ウジ。私も行くわ。孫家のみんなのためだもの。サク、ケン、ショウコ。よし、わかった。ならば行くか、城陽へ。では、俺はそろそろ行きます。孫家の武運を祈っています。よしく、世話になった。改めて礼を言う。よかったら俺と共に来ないか。もったいないお言葉です。ですが炎術は今回の俺の行動を許さないでしょう。一度姿を隠そうと思います。いつかまたお会いできたならその時は。ああ、わかった。その時を楽しみにしているぞ。いつか共に靴輪を並べよう、ロシク。ええ、周遊殿もお元気で。ロシクか、いいやつねえか。気に入ったぜ。ああ、ああいう男と共にかけたいものだ。よし、では行くぞ。これより我々は城陽を攻略する。でもよ、本当に良かったのか、親父。炎術なんかに手を貸しちまってよ。サク、お前も言っていただろう。炎術は俺たちの数倍の兵を持っているのだ。城陽を攻めなければ、俺たちが炎術に攻められよう。今は従う他にない、ということですね。ああ。だが、炎術と炎章がぶつかれば動く気はある。今はその時を逃さぬようにするのだ。いつか父様は言ってたわね、新たな時代を築くって。俺がそんなことを言ったか？おいおい親父、そりゃねえぜ。まあ聞け。俺が望むのは皆の安寧だ。国や天下といったものにこだわるつもりはない。孫家は、いや、俺はあくまで官室の臣だが、己の身は己で守らねばならん。今高等五の地がどうなっているか知っているか？五は殿の故郷でしたな。今はだいぶ荒れ果てていると聞きますが。あの地には炎術や炎章のような大勢力がない。だから諸侯の小競り合いが続き、賊がはびこる。仮に俺がその騒乱を平定したとて、官室に背くことにはならんだろう。高等に割拠する諸侯を制し、五の地を平定する。そして力を蓄え、炎術炎章に並ぶ地盤を築く。すなわち孫悟。悪くない響きか。いやー、殿はさすがだな。ああ、やっぱ親父はすげえぜ。だがそれにはまずこの戦に勝たなければな。俺たちの未来は俺たちの手で切り開くのだ。
駆けよ大式虎たちよ。流氷を打ち倒し、常陽に我らの武を示すぞ。へい、いらっしゃい。毎度どうも。進軍する。若輩よ、我が和田町をたどれ。ここで敵とぶつかることになろう。防御の陣を敷いておくか。
来たか、ひよっこどもめ。この交換者の指を見よや。猛虎、みんな一斉にいい加減を。敵は一兵たりとも逃すれないぞ。矢の雨が行く手を阻んでおるか。弓兵の無力化が先決であろうよ。しかし手元が狂ってしまったい。見事な戦ぶりです。攻略目標は決まった。進め。あたり押さえておくかの。おのどもかかれ。来たか、高等の田舎武者め。貴様らなぞわしが切り刻んでくれるわ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。このどもかかれ。敵の痛いところをついておくか。狙うあの地だ。行くぞ。えい、孫権とその老頭め。あいつを引いて様子を見るか。敵将高祖めは逃げ去ったわ。さあ城陽へ向け進軍するぞ。よし、私たちの勝ちね。よし、よくやったぞ将校。攻めてきただと。誰でもいい、あの獰猛な虎を止めよ。兵器部隊配置につけ。孫権どもをこの城陽に近づけるな。希望を向け、敵を殲滅するぞ。若輩よ、我が輩に続け。いざ敵陣へ。戦の主導権は我らにあり。激しく攻め立てよ。行くぜ。この戦ほるった。今こそ敵軍を消滅せよ。王降伏やらいでか。後ろは敵
の兵器を潰そうぞ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。その気力が溢れようとは。敵将討ち取った。やめろ将軍、その調子だ。上位を守る我ここ倒さねえ。親父！父上！
だとしても様は見せられるな。かけよう。はっ、キリン。次の夏、お前たちが切り開くのだ。冗談だろ、親父。親父。嘘。いやよ、父様。医者は、早く医者を。殿はもう亡くなられている。おお、殿、殿。なんでだよ。なんだってこんなことに。孫賢殿。父様、目を開けて。ダメよ、私たちを置いていかないで。お願いよ父様。父様。さて、これからどうしたものかの。孫賢殿なくして我らもなし。孫家の将兵は炎術の軍に兵丼されるか。それは嫌だな。俺は殿だから戦ってきたんだ。炎術の下につくくらいなら俺は抜けるわ。気持ちはわかる。だが孫作殿と孫賢殿、そして姫様を置いてか。それは。お主の道はお主が決めよう。だがまずは殿の墓前に挨拶を済ませていけ。親父。作兄様。兄上、私たちはこれからどうすれば。孫作、君が立たねば孫賢殿の夢もついえるぞ。ああ、分かってる、分かってるさ。落ち込んでる暇はねえぜ。賢、諸侯、親父が残してくれた夢、俺たちが受け継ぐんだ。兄上は強いですね。おう、賢、俺を誰だと思ってんだ。作兄様、泣いてるの。そんなわけあるかよ。将軍は俺を誰だと思ってんだ。俺は高等の虎、孫賢の息子だぜ。作兄様。兄上、孫作。行くぜ、賢、将校、親友。親父の夢、高等の孫悟、俺たちの手で築くんだ。殿、見てますか。ご子息らは皆ご立派に。泣くな、見苦しい。行くぞ郊外。我が輩らにはやるべきことがある。すまん、先に行ってくれ。年のせいかの、目の前がにじんでおるわ。お主もか。宗師が簡単に泣きおって、若輩者どもには付き合っておれん。孫賢殿、虎の意志確かに受け継がれましたぞ。
周囲よ、頭の中だけで戦を描いておらぬか。お主の策、我が輩には現実的とは思えん。ですが帝府殿、このまま手をこまねいていれば炎術の勢力は拡大する一方です。おお、そうなって俺たちが飲み込まれちまう前に奴を倒して地盤を奪っちまうってんだろ。シエ殿、無謀という言葉をご存知か。孫策には勢いがあります。そして人を引きつけ奮い立たせる力も。それらを利し、皇統に孫をありと天下に示すならば、今を置いて他にありません。生白い若造が何を申すか。今日はこの辺にしとこう。明日またみんなの意見を聞かせてくれ。おい待て、おい、あれは言い過ぎじゃないか。俺は周囲の話にも理があると思うんだがな。理はある、だがそれ以上に熱情で流行っておる。生地再起ある若輩ゆえにな。ならばそれは今しめねばならん、なるほど。しばらくは我が輩らが戦の何たるかを示さねばなるまいな。炎術との話はついた。孫策、この先はどう動こうと君の自由だ。おう、ありがとうよ、シェイ。みんな、準備はいいか。これから、皇統五の地を平定する。俺たち孫家の地盤を作るんだ。剣、諸侯、シェイ、テイフ、郊外、関東、みんなの力を俺に貸してくれ。この戦は速さが命、反撃の隙を与えず神速をもって敵陣を制圧する。時をかければ兵端でも戦力でも不利となる。戦力を集中し一息に勝負を決めるのだ。それと今日はみんなに紹介したい奴らがいる。入ってくれ。この二人は周泰と呂蒙、腕が立つんで俺の軍に来てもらった。周傭兵だ。呂使命と申す。以後お見知りおきを。陣入りか。俺より目立つなよ。それは良いが、そちらのお二方は。殿の奥方の大将様、それに周遊殿の奥方の小将様ではありませんか。はい、よろしくお願いします。みんな一緒に頑張ろうね。なんと孫策殿、お二人を連れて行かれるおつもりか。それは私も何度も聞いたのだが、本当にいいのか孫策。まあ二人ともついてきたいっていうしな。それにお前だってわかるだろ、周遊、じっと待ってるのが辛いってことは。絶対ご迷惑はかけません。一生懸命頑張ります。私たちだって結構戦うんだから。致し方なしか。
ご無理だけはなさらぬよう。さあ行くぜみんな。孫家の名前天下に轟かせてやろうぜ。みんな竜葉を倒して事を平定するんだ。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。偵察部隊、これに続け。敵を打ち払いつつ敵手を突破するぞ。偵察のつもりか。ならばもっと隠密にせよ。動きが筒抜けの偵察隊など投資はせんぞ。門がこじ開けられた。まずいんじゃないのか。おお、見事な戦ぶりよ。我らも遅れを取ってはおれぬな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。弓は大得意よ。本作の将兵やりおるわ。ここは引くほかあるまいて。おお、無事に敵手を抜けられた。我らはこのまま南下し敵の情報を集めよう。お、あそこが敵の要所ってやつか。行くぜ、俺たちがぶっ潰す。よし、私たちの勝ちね。いいぜ、ショコ、その調子だ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。やり。
態勢を取るのだ。これは大使義竜陽殿の命でお前らを倒しに来た。ここで敵を食い止める。鉄石の意志を持って迎え撃て。弓は大得意よ。そうか、やるじゃねえか。真の三国武装はお前だ。このまま負けては竜陽殿に申し訳が立たぬ。まず気力を振り絞るまで。俺の気迫をも跳ね返すか。すまぬ竜陽殿、ここは一度引かせてもらう。
我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。大使じめ、足止めもできんとは。ならばこの手で孫桜を打ち果たすまで。策か、それとも、いや、とにかく迎え撃たねば。来たか孫策。敵機部隊、用意はいいな。放て。このままでは危ういか。大使寺を呼べ。わしを守らせよ。ちょうど俺も戦場に立ちたかったところだ。この恩義はこの大使神が守ろう。天霊、援軍が到着。天将閣、我が軍の勢いもはや止められまい。迅速に攻略せよ。おのれ、おのれ孫策、調子に乗りよって。いずれその勢いが災いを呼ぶであろう。よし、これで高騰一帯は制したな。みんな、勝ち時を上げろ。俺たちの勝利だ。親父、見ててくれたか。高騰に孫悟あり。これで孫策殿の名は天下に轟くでしょうな。よかった、よかった。殿が思い描いた夢が孫策殿の手で。泣くでない関東、若造たちに侮られるぞ。いいではないか、帝府。皆で力を合わせ、勝ち取った戦果なのだ。みんなの夢が叶ってよかったね。ああ、そうだ。これは俺たちみんなの夢だ。みんな、本当によくやってくれた。孫策、大使寺を連れてきた。もはや悔いはない。大将として生き恥をさらす気もな。さあ、孫策殿、この首を打たれよ。大使寺、死んだって面白くなんかねえぜ。そんなにどうでもいい命ならよ、お前の命俺に預けてみねえか。なんと。俺はこの孫をもっとでかくしてんだ。みんなが安心して暮らせるくらいでかく強く。そうじゃねえとこの地に立った意味がねえ。そのためにはお前の力が必要なんだ。孫策殿、俺にも同じ夢を見させてくれるのか。ああ、決まりだな。大使寺、今日からお前は俺たちの仲間だ。策兄様、相変わらず勢い任せね。ええ、ですが、孫策の勢いと熱さは素晴らしい。それは適した者の心にも火を灯します。大使寺がそうであるように、これからもきっと。姫様、孫策は必ずや天下に勇飛します。彼の
孫悟の快進撃はこれからです。